メリケンガヤ釣りは、やや大型になる、カヤ釣り草科の植物。湿地に生える気化植物である。水辺に大きな株を作る。全体に緑色が濃く、みずみずしい印象の植物。大きな株立ちになり、多数の葉をつける。補匐系は出さない。根元からは、多数の根質用をつけるが、その根元側の何枚かは、陽芯が発達せず、赤みを帯びた鞘となる。 長い葉は長さ1 0 0トルほどになる。葉はやや厚みがあって柔らかく、緑色で艶がある。6月頃より家計を伸ばす。家計は大きいものは1 0 0トルにもなり、断面は角の鈍い三角形でやや柔軟。先端に単一の果樹をつける。花期は散発的に秋まで続く。果樹の基部にはよく発達した用心を持つ筒が5から6枚あり。 特に長いものは5 0センチメートルを超える。果樹は多数のコボが登場に集まったもの、あるいはさらに短い枝が伸びてその先端にも登場にコボが集まる。コボは長さ5から1 5ミリメートル、長大円型でやや卵型に近く、左右から扁平。全体に緑色。ンペンは2つ折りになっており、卵形から卵上皮身形、緑から黄色。 あるいは白っぽく側面はやや半透明。特に基部近くでは両列の臨片の間から主軸が見える。花は一本のオスシベとメシベからなり、中等は三列。果実は長楕円型で三両形。開国色で長さ1.5ミ、mm、リメートルほど。1メートル程度になる火圧力サルには七等のように根質用の退化する形のものが多い。 水がやつりなどでは必ず根質用があるが、この種ほどよく発達するものはあまりない。また、コボが緑色で褐色に色づくことがあまりない点も、特に大型になる種では、ほとんどが褐色に色づくので比較的はっきりした特徴になっている。楕円形のコボが登場に集まる点では、イガが,がや釣り変わらすがなも似ており、小型のものは似て見えることもあるが、 それらの臨片はやはり赤っぽく着色する。コボが緑で、それが登場に集まるものに青がや釣りとその類縁種があるが、それらはさらに小さくて、せいぜい20センチメートルくらいにしかならない。水辺に生育している様子ひなたの湿地に生える。緩やかな河川や様水路の水際などでもよく見かける。水田で見ることはまずない。 特に水に浸ったような環境に生え、根元は水の中であることも多い。不安定な環境では、大株にならずに一年草のような姿で帆をつけることもある。南アメリカから北アメリカ西部が原産で、南ヨーロッパ、南アフリカ、ニュージーランドなどに帰化している。日本にはまず沖縄に第二次世界大戦後に侵入、本土では1959年に、 四日市市で記録されたのが最初らしく、当初はいくつかの地域に点在する状態だったようで、あるが、1990年代から急速に広まったという。2003年の記録では、本州、四国、九州、琉球列島となっている。現在ではあちこちで普通に見かけるが、水路をせき止めるほど増殖する、というほどのことはない。ありがとうございます。